1945年 WL、まあ、オリジナルの状態からチョップしてボーバースタイルになった状態で譲ってもらった感じなんで、ほぼ自分ではこれからっていうか、まあ何も手つけてない感じで、普通に乗れるように整備出して、その時に6ボルトから12ボルトに変えたぐらい。気に入ってるところはやっぱベビーツインですね。まあ、ヴィンテージ車両乗ったのが、まあ、まあハーレー自体初めてなんですけど、乗ってみて普通のハーレーとイメージ違ってコンパクトで、まあ見た目通りちっちゃくて乗りやすい、街乗りも走りやすい感じですね。ただやっぱりスピード出したりとか、この高速巡航とかは厳しいですけど、気軽にっていうか街乗りするんだったら最高だと思いますね。車体に対してとか、やっぱオリジナルで残ってる部分、マフラーとかはすごいやっぱり気に入ってるパーツですね。あとはもう普通に、まあ、スプリンガーとか、まあ、まあチョップしてあるんですけど、まあ、当時の部品っていうかオリジナルっていうか当時ものの部品、なんかヴィンテージ好きなんで残っている部分は好きですね。まあ、WL 乗ってみて感じたのは、なんだろう、バイクに合わせながら乗らないと、乗らないとってわけじゃないですか、バイクに合わせながらギアチェンジとか、初め乗り出した時はうまく入らなかったりとか抜けちゃったりすることがあったんですけど、まあ、それも乗りながら合わせて、バイクの方から合わせてくれないんで、自分で感じてなんか乗っていくと調子よく走ってくれる、合わせて乗っていけば心地よく走れるかなって、まあそれが気持ちいいかなって感じですね、走ってて。もともとヴィンテージが好きで、まあ、洋服だったり雑貨だったり、ただバイクのヴィンテージってなるとやっぱりまあその辺で売ってるものではないし、まあ、ヴィンテージ自体その辺で売ってないけど、特に WL なんかはお店行って選んで買うようなバイクじゃないんで、タイミングが必要だと思うんですけど、まあ、そのタイミングに出会えて、で実際車両を見させてもらってもうすぐ買いましたね。いやまだこれからなんですけど、大変、まあでもある程度周りに力貸してくれる人がいれば、まあそれを頼りにして今乗ってるんですけど、まあ大変さはまあ今のところはないですね。車両の状態も買ってで整備出して、で優秀な整備できる方にお願いしたんで、調子よく今週1ぐらいで乗ってるんですけど、あの問題もなく走ってるんで、thank you.
これからやりたいカスタムは、まあ、走りの部分で、まあ、周りに詳しい人に聞きながらなんですけど、スプロケット変えたりとか、まあ、ちょっと、まあ、知識がないんで、4速にしたりだとか、いろいろなんか走りやすくする方法があるみたいなんで、今走ってて特に不便はないんですけど、まあ、周りの乗ってる方に意見聞いて、どういう走り、あの違う走りもあるんだったら体感してみて、で走りの部分ではちょっとそんな感じですね。もうぼやっとしてる感じなんですけど、外装的には今結構気に入ってるんですけど、ボバースタイルで、ただあとは当時ものって言葉に弱いんで、当時の部品探しながらちょこちょこ当時のに近いボバースタイルに近づけていけたらいいなって感じで思ってます。どれもかっこいいと思うんですけど、興味ある、まあ、かっこいいパンヘッドのチョッパーとかかっこいいと思いますね。ただ、まあ、知識があまりないんで、今は WL が一番かなと思うんですけど、あともちろんナックルヘッドはかっこいいですよね。普通に今日初めて海まで来たんですけど、最高なんで、またもう一回海ほたる抜けて海見に行きたいですね。